ただいて、あ、そうか、それをやればいい、めっちゃありがたいです、それ。なるほど、なるほど。あのね、よく僕の動画に関わらず、今世間なら勉強不足っていう批判が横行してると思うんですよ。ああね、ああそれね。なんか僕この勉強不足という批判問題も結構、勉強不足ハラスメントね。はい。勉ハラ。あると思うんですけど、僕ね、あの逆に考えてみたら、あの勉強が完全に足りている人なんてこの世に存在しないですよ。だからね、僕いつも言うんですけど、みんな成長の過程じゃないですか。うん、だからそう思うと。なんか、あの、なんか誰かも許せるじゃないですか。うん、今がここだけど、必ず成長すると。で、そういう方がなんかこう、勉強不足って切って捨てずにね。だと思うんですよね。じゃあ不足してると思うんだったら、あなたがそこ補ったらって思うんですよ、うんうん。そしたら僕の情報とあなたの情報を合わせたら、より、あの、多い情報量になるじゃないですかと思うんですね。うんうん、僕一回動画の中でこのことを扱ったことがあるんですけれども、うん、やっぱあの、一人でパーティーの料理全部準備せえってなったらめっちゃ大変だと思うんですけど、ですね、全員で一品持ち寄りで持ってる情報を持ってる料理集めたら、より豪華な食卓になると思うんです、うん。そこに野菜不足っていう反論してくるやついたら、じゃあお前サラダ持ってきてっていう話。そう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 。だから僕の動画なんて本当に2分20秒という短い時間にまとめてるから、情報の抜け落ち方ってすごいんですよ。それはそうですよ。だから2分20秒で言えることなんてもっと限られてるんで、そこにこう、情報が足りないって言われたら、いや、無理でしょって言われてね。そっから、あの、常木さんが例えばもう、僕のやつを引用リツイートして、セアルガミさんの足りない情報を常木が補うのである。いそういう、いい補うのであるおじさん。そうね、はい、そういう面白いアイデアいただきました。ちょっと考えますよ。もう選挙後にあのセアルガブさんの言ってることを僕なりにこうね、うん、説明するとどうなるかとかね、なんかそういうのって、それはね、あの僕としてもすごくありがたくて、うん、であのなんていうか、僕今日もあのまあこの選挙期間中ということも踏まえて、うん、まあ一体この対談どうしようかなと迷った時もあるんです。うん、すみません。どうなるの、僕もあのどこの政党の何もおかしいと思ったらやっぱ批判したいんです。なので、あの、たぶん今日すっごい仲良くなって、うん、常木さんがなんかこう、セクハラ事件とか起こしたら言いづらいんちゃうかなとか。それは言ってください。いいですか？言ってください。ね、うん、まあ、令和新選組の方が、こう、だって言ったとしても、うん、なんかまた、まあ、もちろん期待感はすごく、皆さん持ってらっしゃると思うんですけど、うんうん、なんかあった時はもちろん、こう、まあ言いますし、みたいな、うんうん。そういうスタンスで。いや、まあそれはもう言っていただいて構わない。まあ別にだからこうあったからといって、あの、その票を入れるとか入れないとか全然関係ないし、僕の考えとしてはやっぱり、まあいろいろカンペ出していきたいカンペとか、はい、あの、いろいろ、いろいろなんかこう、まあ自分で考えて、自分でこう判断してくださいっていうのは根本にあるんで、もうどんどんそれは。早速僕でも一個令和新選組に言いたいことあるんですけど。はいはいはい、聞きました。安富さん、はい、ツイッターでオラつきすぎちゃいます。あ、ごめんなさい。それ見てないですけど。安富さんのツイッターちょっとオラつきすぎやと思うから。え、どういう感じオラつきっていうのは。いや、なんかね、まあ、あの、いろんな方を煽っていらっしゃるような印象があって、これ大丈夫かなってちょっと、あの、僕ね、